平手友梨奈が本日10月16日新曲ブリーディングラブの配信をスタートした。同楽曲はマネジメントをクラウド9に移籍後初のリリース作品となる。本日21時にはブリーディングラブのミュージックビデオが YouTube にて公開される予定だ。さらに LINE ミュージックでのキャンペーンもスタートした。詳細は公式 HP や SNS にて。デジタルシングル、ブリーディングラブ2024年10月16日、水曜日配信開始 https://hirate-yurina.nk.2/ ブリーディングラブプレイ、ブリーディングラブ LINE ミュージック再生キャンペーン、ブリーディングラブ LINE トーク&プロフィール BGM キャンペーン。